新型コロナウイルスに負けない僕らの街を未来を作ろうで、街への愛にあふれてる3人、うん、それぞれの立場でこの街にどういう魅力を感じてるのかをお一人ずつお願いします。じゃあ牧田君、はい、やっぱり海外も行ってきて、東京にもいて、またこのふるさとに戻ってきて、新たに感じることをお願いします。まあ、やっぱり一回外に出ると清水の良さって初めて分かったんですけれども、海外行った時ですかね、こう僕というよりは実際に海外の展示会で清水の魅力を PR するっていうことも、まあ、やってきたんですよね。それで VR を、まあ、使って、まあ、清水港のこう周辺を散歩しながら観光の疑似体験を、その時はタイなんですが、まあ、清水自体は知らなかったけれども、すごい綺麗な街ですね。富士山も見えるし、これちょっと次日本行くなら清水に行ってみたいです、行きますって結構言ってくれたんですよ。であとはこう、じゃ あと清水って有名なものって何なのかなっていろいろちょっと聞いてみたんですけど、3000人ぐらいアンケート取ったんですよ。でそうするとやっぱ一番有名なのはなんだかんだちびまる子ちゃんって、いろんな、まあ、ネタを出していった中で、まあ、共通でみんな知ってるのはちびまる子ちゃん、これはタイでも中国でもやっぱそうだったんですよ。でただちびまる子ちゃんの舞台が清水っていうのは誰も一人も知らないのが現状だったんで、まあ、俺らが今これ VR で見てもらった清水っていう街はこれちびまる子ちゃんの舞台なんだよっていうことで、またさらにこう、え、そうなんですかっていう、でちょっとマンホールの写真をこうスマホで見せたりして、えーみたいなっていうところをやっぱり、まあ、コンテンツとしてやはり持っているじゃないかって、まあ世界に誇れるものがあるじゃんと。やっぱそのね、こう見本の松原とか見せてもやっぱり綺麗と言いますし、僕は実際に肌でそこで現地の人たちの話をした感じは、清水っていうのはそこだと、結構みんなお寿司とかやっぱこうジャパンというところで好きな中で、やっぱマグロがねあるんだよねみたいなところで、結構特徴的な盛り付けをしているマグロの料理の丼とかを見せていくと、これも食べに行きたいですみたいなところで、まあ食の部分でも十分呼び込める力を持っているし、それコンテンツっていうところでも、でアニメ的なコンテンツでも持っているし、で観光としてもあって、もものすごく魅力あるなーっていうのは、やっぱそういう中で牧田君でいうと、もう伝え方見せ方みたいなところに今集中してね、そうですね、やってる感じっていうのはそういうバックボーンがあるんで、はい、うん、松岡君はまあ県外から来て、まさにこの地域にどっぷり、どっぷりですね。ですよね。僕ちょうど来て10年、さあやれこっからやっていくぞっていう時に、うん、あの震災があって、しかもこうもうここの駅前銀座っていうのはもうすぐ裏がね、うん、その線路があってもうそこまたげはもう海っていうのがあったんで、やっぱりこう場所的にすごい敬遠されちゃうようなことってあったんですよね。だったんでこういうこうコロナウイルスのこうなんか人が出てこないみたいなことっていうのは肌でオープンした時にすぐ感じて、でその時にまた清水の魅力をこう感じたっていうのがオープンしてすぐだったんですけど、その僕らにできることっていうのは本当に収入が なくなっちゃったんで、アルバイトの子たちと一緒にそのあの家にある機内服とかを現地に送ろうよみたいな話をしたんですよね。でみかん箱1個も作って県庁に持っていくと自衛隊さんが運んでくれるっていう話があったんで、やれじゃあそれやってみようっていうので、まあ Facebook とあとはあのお店の目の前にでっかい黒板があるんで、ただそれを文字でつらつら書いてあるんですよ。そしたらですね、このスペース全部埋まるぐらいものが一気に集まっちゃって、でこれはね、これだけ集まったからさあじゃあ自衛隊さんお願いしますってのはちょっと違うなと思って、でそれでもうでも向こうにもパイプがあるわけじゃなかったんで、当時の商店会長さんに紹介てか相談して、そのちょっと思いつきやったらこんなことになっちゃったんですけどって相談したら、あの旧清水市と気仙沼市があの姉妹都市だから向こうの人につないでやるよっていうふうに声かけてもらって、で直接僕が持ってったんですよね。でそういうことがあった時にこう清水の方ってすごいこう結束力があったりとか、すごいこう人のあったかさとかね、自分たちももちろんあの恐怖があったりとかね、いつ地震が来るかわからないって言われてるエリアの中で、その他人の地域かもしれないけど困ってる人がいるっていうことはすごい
こうリアルに感じたんだと思うんですよね。だからこそそういうふうに動いてくれたこととか、誰かの紹介誰かの紹介をこうどんどん持ってくるわけですよ。人と人ってこんなにつながってるのっていう、こう僕は東京出身なんでね、そんなことってあるのみたいな、こうすごいこう衝撃を受けて、皆さんこうネットワークとかやっぱり地元愛というのはすごいんだなっていうことをすごいこうそこで感じて、でまたこうなんか清水の思いを向こうに持ってってくれたみたいに言われて、僕はそういうつもりで最初始めてなかったんですけどね、なんかそういうことを言ってくださったりとか評価してくださって、こうなんかあここすごいいいところだなと思って、でまたさっきね、あの牧田君が言ったように、こうちびまる子ちゃんってみんな知ってるっていうふうに海外の人知ってるよっていうふうにおっしゃってたんですけど、だから僕ってここ清水の魅力ってこういうことで、そのあの友蔵おじいちゃんとまる子が手つないでこう巴川沿いを歩いてる風景みたいな、こういうこうなんかもう何十年も前から愛されてるアニメだったりとか人間模様みたいなことをやっぱり日曜日の夕方に見たいっていう、日本人の心なんだと思うんですよ、ああいうところって実はね。でもそこがリアルに清水にもまだ今残ってるよっていうのはすごい大きな資産だと思うんですよね。形には現れにくいかもしれないですけど、まあ、まるちゃんが代弁してくれてるからこそ日本人もね、こう世界の方々もこう人間としてこう大切なところみたいのはやっぱり伝わってるんじゃないのかなっていうのは僕はすごい思うんですよね。そうやってこういろいろようちゃんもすごい長い間ね地元の人と触れ合ってさ、はいはい、ここでもう本当に根を張ってさ、うん、生きてきた側からすると、はい、まあ魅力っていうのはどういうふうに思ってます、ね、あの清水の魅力ってそれぞれもう当然今話出ただけでもあると思うんですよね、うんうん、で私が例えば魅力って言われた時にみんなに知ってもらって、そこの価値で、うん、まあ単純にその地域を活性化させたい、うんうん、商売を、まあ、盛り上げていきたいっていう、うん、そのプラスそのどうこう価値に変えるかっていうところを、うん、まあ求められる意味の魅力かなと思ってて、魅力自体はいろいろあるんだろうなとは思うんですよね、うん、で結局その清水を知らない人、うん、あるいはちょっと縁が遠い人にどう分かってもらうかって、そこってすごく悩ましいところで、さっきの三保松原日本平とかって言いますけど、どう伝えていいのか分かんないっていうのもあるし、でもじゃあもっとシンプルに考えようと思って、じゃあみんな分かってる価値って何かなって思うと、海、清水には海があるとかっていう、そういう考え方からちょっと大きい考え方が始まると、やっぱ港ってやっぱ一番魅力だよねとか、もう当たり前だけど富士山誰でもこう見たい、来て直接近くで見てみたいっていうところから始まっていくと、じゃあそれをどうあの価値に変えていけばいいのかっていうところを、要は海から発生をしていって、じゃあ海の近くで何かをやる、さっきのマグロじゃないけど、じゃあ清水港だからマグロをじゃあどういうふうにしていけば皆さんが単純に食べたいんだから提供してあげればいい、でも他よりもどう違いを見せればいいのか、清水のマグロそこにストーリーをつけてとかっていう、そのあのどういうふうにしていったらいいのかっていう意味では、それをどうプロデュースしていけばいいのかっていう、そのプロデュース力がやっぱりまだまだあの足りないのかなっていうところがあって、でもそれって結局は人がやらなきゃいけないことで、その自ら結局リスクがあるんですよね、何やるにして商売やるにしても、で今言ったようなそのなんかやろうっていうところ、しかも清水のために何かやろうってい うお二人のようなね人をどう応援できるかが僕の役割だもんで、そういった意味では清水の魅力ってものを共有できてる人を探して、でリスクを背負ってでもやってやろうっていう人をどうあの応援できるかが僕 の課題なので、まあ、そんなところではあのこれからあのとにかく若い世代があの頑張ってくれるのを支援していく、で一番はやっぱりあのね、僕らじゃないですよね、結局、まあ、平たく言うとお金を払ってくれる人がどう価値を感じてくれるかなんで、むしろお金払ってくれる人が求めるものを こっち側がこう発想していって、ここにこう結びつけるというか、ここの作業がやっぱり必要で、だからすごくあの難しいところなんですけども、それをこうやり続けていくことが
まあ、これから必要なのかなというふうに、うん、あの自分が持ってるものが魅力あるよって言ってもしょうがないんで、うんうん、これをどう変化させていくかっていうことがすごく大事かなというふうには自分は思ってて、だそれを皆さんと一緒にやりたいなと思いますけども、うん、そうだね、うん、ありがとうございます、ね、みんなで頑張っていきたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。